皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2010年公開の、トロン、レガシー。現代、トロン、レガシー。監督はジョセフ・コシンスキー。脚本は、アダム・ホロウィッツとエドワード・キッチェス。主な出演は、ギャレット・ヘドランド、ジェフ・ブリッジス、オリビア・ワイルド、など。デジタル業界のカリスマ、ケビン・フリンが謎の失踪を遂げてから20年。27歳に成長したケビンの息子サムに父からのメッセージが届く。サムは、父の消息を追って父のオフィスに足を踏み入れるが、そこには衝撃的な真実が待ち受けていた。というストーリー。前作から28年ぶりに公開された続編。映像が美しくバージョンアップされ、特にアクションシーンは見応えあり。前作と同じ役で一部のキャラが再登場するなど、継続性をうまく持たせているのはいいが、設定も話も前作の焼き直しに近く、本作の独自性がなかったのは残念。映画本編は若返りの CG などを含めて努力賞といったところだが、ダフトバンクによるサウンドトラックが素晴らしい。ということで、評価は。Thumbs up!